淀川の淀ちゃんですけども、亡くなってしまいました。ご冥福をお祈りします。マッコウクジラですけども、最高で3000メートルも深く潜るクジラです。で、日常的に1000メートルぐらいまでは頻繁に潜るというか、そのぐらい潜れなければ生活していくことができない種類のクジラなんですね。それがあんな浅いところで何日間もとどまっている。専門家は自分で泳いできたかのようなこと言ってる。そんなことはないですね。あれは具合が悪いから流されてあそこに来たんです。そして自力で帰ると言ってる。いました。まあ仕方ないですね。僕はですね、毎日毎日何十匹という健康を害した動物を見てきています。ですからパッと見ればその動物が健康であるのか具合が悪いのか分かります。あれだけ体調を崩しているのは分かります。その観点からして、もうあれはね、体力がなくて流されて、ね、大阪の湾内にたどり着いて、そしてそこで動くことができない、身動きができない、そしてましてや浅い、それが不幸なのか、不幸中の幸いなのか、浅いからこそ息ができたり、まあ、4日間生きていられたのかもしれないです。もっと深い海であれば、もっと早く呼吸ができなくて亡くなってたかもしれない。そういう感じですね。で、最後の方にちょっとね、呼吸するリズムが速くなったんですね。あれはね、具合が悪い証なんです。うまく呼吸ができてないから苦しいから呼吸しようと思って一生懸命小刻みな呼吸になっているんです。でもっと具合が悪くなると呼吸のリズムが遅くなってきます。で、最終的にはね、呼吸をしなくなる、要するにおのずと体力がなくなって亡くなってしまうわけですけども、ついにね、ヨドちゃん亡くなってしまいました。まあ、なんとも言い難いですが、まあ、かわいそうですね。まあ、おそらく大きさから言って、まあ、親から離れて生活を始めてばかりなんでしょうかね。でもまだね、あのサイズですと、メスの群れと一緒に行動していた、そういう年齢だと思います。オスだとしても、メスであればそのまま群れに残ったと思います。ですからまだね、完全な大人ではないですね。まあ、ひょっとしたら3歳とか、ね、2歳とかかもしれない、2歳とか3歳とか、ね、4歳とか、まあ、5歳とか、そのぐらいの年齢だったかもしれないですね。ですからまだまだ若い、幼さを残すクジラでした。それがですね、浅瀬に、ね、押し込まれて、あそこからね、まだ海に戻る可能性がある。まあ、僕も戻るか、生きている限りは戻る可能性はあるかもしれませんとは言いましたけど、あれがね、前例ではね、5日後に海に帰ってた例があるから戻るかもしれない。そんな前例なんか関係ないですね。弱ったクジラは戻らないですね。というか戻ることできませんね。大きな動物というのは一度体調を崩して、動けなくなってしまうと小さい動物以上に動くの大変なので、そんなにね、距離移動できないんですね。それだけにかわいそうでした。あれはもうね、今後ね、この行政がどういうふうな対応をするのかまだ分かりませんけど、僕の願いとしましては、海の深いところまで連れて行ってあげて、そこで静かに眠らせてあげるのがいいと思います。今回ヨドちゃん見つかってからもう4日も経っていて、まあ、ニュースでも連日報道されてて、多くの人が、まあ、助けてあげたいというような、まあ、ネットへの書き込みだったりも多くありましたが、何か人間にできることはあったんですか？あんなそばまでボートで行ったりとかしないで、もっと静かに遠くからそーっと見守ってあげる、それが一番良かったと思います。それだけです。でもできることは人間できること、それだけです。クジラ具合が悪くても人間がね、なんかね、治療してあげようという気持ちでそばに行っても、ものすごい力で、ものすごいパワーですから、クジラのあの力でですね、尾びれで引っかかれると、もう風圧がめちゃくちゃすごいんです。もう鼓膜が破れるぐらいの風圧があります。クジラって実はね、多く空振りするとそのぐらいの風圧なんです。そばすぐ間近で、ね、受けるとそのぐらいの風圧がちょっと危険なんで、人間にできることは正直言ってなかった。もう
静かに見守ってあげる以上のことできない状態でしたね。マッコウクジラっていうのは、普段どんなものを食べて生活してるんですか？海生の動物です。無脊椎動物から脊椎動物まで海生のものを食べてます。多くは大好物はイカ。イカって言っても深海性のイカが好き。イカって言って、ね、急にスルメイカとかやれば食べるかというとそういう問題じゃないんです。実はね、アザラシだって野生のアザラシを食べる魚って限られた種類のしか食べないし、むしろタコとかそんなのの方がよく食べるので、それと一緒でイカを食べるからって言ってイカをやればすぐにマコクジラが食べるってわけじゃない。イカの種類が限定されてる、実はね、あんまり知られてないけど、そしてマコクジラってのはものすごくて、イカだけじゃなくてタラだとか、そういった底ものですね、底ものっていうか、そこに近くいる大きい魚、サメなんかも食べちゃったりする。だけども実はマッコウクジラってホオジロザメまでも食べるんじゃないかって言われてるぐらいにものすごい動物なんです、実はね。そのぐらいパワフルで強烈、すごい動物本当はね。ホオジロザメ、どんな狩りの仕方というか、どんな食べ方をするんですか？わかんない、深海でやってるから。だからあんまりに深く潜りすぎるとホオジロザメもマッコウクジラにやられちゃうんだよ。なるほど。マコウクジラは本当にダイオウイカを食べてるんですか？いや、食べるよ。ダイオウイカ食べることは間違いない。で、南極に住んでいる、南極の方にいるマコウクジラに関してはダイオウホオズキイカ食べてるんでしょ。へえ、場所によって食べるイカの種類も違うんです。違う、だっている種類が違うの。いるイカの種類が違う。なるほど。じゃあ浅瀬に来たところで浅瀬のイカを食べることはないんですね。普通はない。ね、それに餌付いていくマッコウクジラもいるとは思うよ、そりゃ。中にはね、いるとは思うけど、普通普段食べ慣れてるイカ以外のものを浅いところにたまたまいるからって言ってそのイカを食べるっていうのは普通ない。なるほど。じゃあ今回の見解で、ある専門家がその餌を追い求めて迷い込んじゃったんじゃないかっていう話がありましたけど、それはありえない話ですか？動物飼育したことない人ですね、そういうこと言ってるのは。だってこんなさ川に逃げ込むイカっていうのをまず知らないし、川に逃げ込むような種類のイカを食べるっていうのがまずそういう習慣ないよ。マッコウクジラだよ。なんでさ、30メートルもさ、潜水できる動物がさ、こんな川に逃げ込むイカ食わなきゃいけないのよ。